ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今日はご報告があります。実は来週イタリアに帰ることになりました。ちょっと突然なことなんですけど、結構いろいろ考えていろいろ迷ってちょっと帰るタイミングがわからなくてどうしようかなってすごい悩んでたんですけど、今2年ぶりは帰ってないんですよね。だから本当に2年ぶりぐらい家族と会ったりインペリア実家に戻ったりとかもするので、今日っていうか今までありがとうございました。10月に帰ってきます。はい、そうです。実は3週間だけにイタリアに行くことになりました。もう夏休み、遅い夏休みにしようかなと思って、そうですね、実は普通に日本に帰ってきます。10月の方は春、ちょうどハロウィンの時期に普通に戻ってきますので、はい、今ビビったでしょ。今ビビったでしょ。実は私はそのワクチン2回とも打ってて、でイタリアと日本の違ってワクチンしてる人は普通にイタリアに入れるんですよ。で日本に帰ってくるとワクチンがしても2週間で家にいなくちゃいけないみたいなので、本当は10月の頭ぐらいに帰ってくるんですけど、ちょうど多分20日までぐらいに、まあ、多分家にいなくちゃいけないと思いますので、それの大きな違いですよね。今イタリアの方はグリーンパスというのものが持ってるんですけど、このグリーンパスはね、ワクチンしてる人の QR コードと持ってる方、イタリア人が持ってるみたいなんですけど、ワクチンしてるの紙を見せなくちゃいけない。いろんな今レストランとかカフェとか映画館とかスーパーとかでもこういうものがないと入れないみたいです。がすっごく短いしか入らないみたいなので、結構ワクチンできない方だとちょっと今ね大変だと思いますが、私の家族もワクチンもしてあるし、私もしてあるので、もうちょっとそんなにお心配なく心配なくに、行ってきます。家族と本当に2年ぶりで会うなんですけど、去年がちょっといろいろがあってものすごい心配だったんですけど、やっぱり本当1年前までに普通にじゃあ帰ってみるとか本当ことができなくて、だから今タイミング、本当このタイミングで選びました。家族は本当メインで帰る の目的というか、本当それのために今帰ってるんですけど、せっかく3週間がいるからいろんな動画を撮りたいと思います。友達に例えば日本の食べ物を食べさせたりとか、いろんななんか日本のプロダクト、いろんなもの作品を比べてみたりとかをしたいと思います。結構2週間だけオリンピックでと一緒にイタリア人と一緒にいると、すごい急に日本語が減ってしまったら、多分帰ってくるともう完全に日本語喋らないぐらいレベルになりそうです。あといろんな旅も、したいと思います。せっかくイタリアの例えばベネチアとかミラノとか実家とかもちょっとローマとかにも行けたらいいなと思いますが、皆さん何が見たいとかなんかリクエストとかあればぜひコメントしてください。あとオフ会をやることになりました。一つは私の実家と、もう一つは、ミラノとかトリノの間アレッサンドリアという町です。あともしかしてイベントに行くもかもしれないんですけど、大きなイベントだと結構いろいろあるので、まだそこまでできないなんですけど、とりあえずゆりこたいがのオフ会をやりたいと思ってます。イエーイ。
コスプレで、久しぶりイタリアでコスプレでもやりたいと思います。はい、2年間ぐらいが帰ってなくて、すごい楽しみです。まあこの2年間はね、やっぱり帰れないということはちょっと辛かった時期もありましたんですよね。どっちかっていうと帰りたくないじゃなくて帰れない状態だったので、なかなかなんか家族とか会いたくても会えないし、向こうの前の去年のイベントが全部なくなっちゃったから、まあ、結構なんかショックだなって思って、だから本当はもうちょっと我慢しようかなって思ってるなんですけど、ちょうど今外国人日本に入れない状況なので、ちょっとまあ そんなにイベントとかはない時期に、あ、ちょうど帰ってみようかなって考えてました。だから急に本当申し訳ない。めっちゃ私もちょっと急にで選びましたので、関係あるかどうかわかんないんですけど、ちょうど私は帰ってくるとアリタリアという乗る飛行機はなくなるらしいんですちょうど私の、そうだから帰りたいんだったら10月までに帰った方がいいって言われて、オリンピックに働いてた時に、だからあ、ちょっと今のチャンスんじゃないかなって思って、今ちょっとでちょっといいチャンスでパーってちょっと行って日本に帰ってくるの予定です。はい、頑張ります。ぜひ皆さん何がリクエストとかコメントがあればぜひ、あと Twitch で配信する予定なんですけど、私の実家はね、お父さん、今回は家、お母さんの家じゃなくてお父さんの家に初めて泊まることになります。で、お父さんの家は正直そんなに入ったことないのでインターネットがちゃんとあるかどうかはわからないので、急にお知らせをしたいと思いますので、ツイッターにチェックしてみてくださいね。はい、よろしくお願いします。日本人の方は多分ハロウィンのイベントとか撮影会とかに参加すると思いますので、ぜひツイッター、そちらもツイッターにチェックしてみてください。ありがとうございました。また、チャオ、チュビディアモ。